皆さん HR を狙ってほしい理由はこれです。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、コロムシでございます。当チャンネルはポケが高騰に関する配信を行っております。ご興味のある方はぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いしますね。さて、本題に入る前に、まだ、コロムシは残念ながら出会っておりませんが、151の再販があるようですね。5月と聞いておりましたが、すでに販売されているところもあるようです。そのため151収録のカードたち、また未開封ボックスなどの価格が下がっているようですね。しかし皆さん、これは気にしないでいいと思います。この動きは再販しきるまでの様子見で価格が下がっていると捉えて良いかと。どれくらい集まるものなのかを各ショップさんが見ているんだと思います。毎回そうですからね。まず、今回購入できた方々も、この後購入できた方も、現在の価格に惑わされず大切に保管をお勧めしたいですね。理由は簡単です。下落シーズンだったこの約1年間、明らかに151収録のカードは動きが違いました。本来こうなるであろう動きをたどりませんでしたね、全く。それだけ人気と注目度は別格なんです。そして一度販売されたパックですから、どのカードが高額だったか皆さん覚えてますよね。このあたりはね、また再販に向けて151配信なんていうのも考えてはおりますが、一つだけお伝えしますと、マスターボールミラー、マスボだけでなく、モンスターボールミラーも保管しといてほしいなって思ってます。再販が終了し、人気のマスターボールミラーが市場からなくなってきますと、このモンスターボールミラーの回収が始まります。これはかなり自信があります。そうなるだろうと踏んでるんですね。ポケモンにとって151とは想像以上のワードであり、注目は世界に広がっており、皆さんが思っている以上に特別なパックだということをご理解くださいませ。それがね、再販されるんですから、目先の価格に惑わされることのないようお願いしますね。なんなら下がっている今がチャンスなのかもしれませんよ。さて、本題に入りましょうか。まず1枚目早速見てみましょう。こちらです。ルチア SR でございます。これまた人気のカードでございます。もうすぐ丸6年が経ちますね。2018年6月1日発売、烈空のカリスマに収録されておりました。ちなみに未開封ボックスは現在22万円買取で取引されております。かなりしますね。この価格は間違いなくルチアの影響でしょう。最近コロムシは発売から6年以前のカードを紹介しております。いつもね、ご視聴いただいている方々はご存知かと思いますが、これはある一定の期間以前のカード、要は少し古めのカードが市場から少しずつなくなってきているからなんですね。特に備品は探すのが困難になりつつありまして、希少性による高騰が予想されるとコロムシは考えており、今のうちに発信しておきたいなと思って、こうしてやらせていただいております。このあたりのカードにね、関心のある方は今後のコロチャンネルもぜひお見逃しなく。さて、ではトレチャさんのグラフで現在の状況を確認してみましょう。はい、下落中と言われている現在でも27万3000円する大変強いカードでございます。グラフを見る限り2月頃ですかね、約8万円ほど落としておりますが、思っている以上に価格をキープしているっていう形状ですね。半年間の最高額は43万8000円です。そりゃ未開封ボックスもね、22万するのもうなずきますよね。右の販売ショップさんご覧ください。カードラッシュさんと駿河屋さんのみですが、在庫があるのは大半がこれ29万8000円で販売されてますね。ちなみにカードラッシュさんの29万8000円、これ覗いてみましたが、こちらが備品の価格のようです。在庫はたったの3枚しかありませんでした。やはりまずいですね、これは。烈空のカリスマはまだ丸6年なので、古いカードといっても比較的新しい部類なんですが、それでも在庫は枯れかかってきている、そんな印象でございます。これだけ聞いても十分確保をおすすめできる内容だと思うんですけれども、おすすめ理由もうこれは1点だけですね。お伝えさせていただきますと、まず価格帯です。これはリーリエ、アセロラに続くレベルであることを知っておいてください。2年前の夏頃、高騰のピークを迎えた時にも注目されていました。 GX ダッグオールスターズ収録のバンガサエリカのおもてなしや観光客などありましたよね。この子たちより2段階ほど上の水位で君臨しております。その高騰時期はルチアはとてもとてもという価格になっておりましたが、まあ、ここまで落ちてきて在庫が薄い状態なんですね。やはり狙われている方々がいるんでしょうね。また、ガンバリーリエ、それから観光客同様にですね、このルチアも斉藤直樹さんのイラストでございます。
ございます。ここだけお伝えしても十分に高騰の火付け役となれるレベルのカードでございます。ルチアもね、サン&ムーンのキャラクターです。この説明は前回の配信でも申し上げました。コメントでね、送っていただいた方もいらっしゃいましたが、ルチアもこのスカバイで再録される可能性、これありますよね。仮に再録されたらどうなるんでしょうね、この子。ということも含め、斉藤直樹さん作、緑髪のピースギャル、ルチアを今回紹介させていただきました。はい、さて、次はですね、久しぶりにポケモンを紹介します。こちらです。レックザ GX の SR でございます。これルチアの髪色で揃えたわけではございませんからね。こちら、先ほどのルチアと同じ、レックのカリスマ収録なんですね。これも丸6年が経とうとしているわけです。レックザといえば、最近ですと VMAX のスペシャルアートですよね。VMAX 生の中では、ブラッキーとトップレア価格合戦をバチバチ行っておりました。現在も下落中にもかかわらず、268,000円というかなり高い位置におりますね。さすがでございます。では、それより古いカードとなります GX をトリチャさんで確認をしてみますと、はい、なんとね、5980円、って思う方もね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。これ、現在の備品価格でございます。右をご覧ください。またですか。カードラッシュさんしか持ってませんよ。中をね、覗いてみましたら6枚ほど所持されておりました。なんですかね、これを見た時になんて言ったらいいんだろうね、この変な違和感を感じたんですよね。だって在庫を見る限りかなり薄いんですよ、6枚しかないし。でも5980円、これもしかしてまさに今がチャンスなんじゃないかとね、思ってしまいました。だってレックウザですよ。しかもグラフを見ると徐々に高くなってますよね。6枚なんて正直一瞬でなくなりますからね。コロチャンネルはこちらを狙ってみてください、理由はこうだからですみたいなね、持論をずっと伝えてきておりますが、そのコロムシの感覚だとこのレックウザは本当に今なのかもしれません。間もなく6年経つカードです。この頃の販売量や購買量は今とは比べられないほど少ないとコロムシは考えております。そんなカードで、しかもレックウザでこの価格。逆にこれを狙わないで何を狙うんだろうと思ってしまうぐらいなんですね。ですがね、お決めになるのは皆さんです。適当に聞いといてくださいね。この価格ですから、在庫が枯れたとしてもすぐには変化しないでしょう。でもね、後輩にあんな優秀なスペシャルアートがいるじゃないですか。話題になる可能性はしっかり備わってますよね。レックウザの古いのを集めようみたいなね、動きが今後起きないとは言い切れませんもんね。でね、この SR もめちゃくちゃおすすめなんですが、ちょっとこちらもご覧ください。同じレックウザ GX の HR でございます。収録は同じくレックのカリスマ。これトリチャさん見てみますと、あれ下落してるけど SR より高いんですよね。ここでなんですけど、皆さんの中での七色 HR のイメージはどんな感じですか？ HR は廃止となりましたが、比較的新しい HR カードって SR より全然安い、そのイメージの方々が多いのではないでしょうか。しかし現在こちら 24,000円で、半年間の最高額は 32,000円、先ほどの SR の約5倍です。このような逆転現象が起きていたのをご存知でしたか？ SR も HR もプロモではないんですよ、これ。市販パックから出るカードでございます。ついでにね、こちらも見ておきましょうか。GX ウルトラシャイニー収録のリザードン GX。これは色違いなので SSR です。こちらも高額になっていたんで大変有名なカードですよね。トレジャさんを見てみますと、はい、かなり下落はしていますが、それでも12万しますね。半年間の最高額は21万2千円でございます。色違い SR の中でもトップに近い位置で君臨している。それがリザードン GX ですね。では、HR を見てみましょうか。はい。こちら、戦う虹を見たかというパックに収録されておりましたので、ウルトラシャイニーは2018年11月2日発売、戦う虹を見たかは2017年6月16日発売なので、約1年ほどの差があります。ですが、市販パックから出てくる HR です。トリチャさん見てみましょう。現在36万8千円で、所持は駿河屋さんのみです。この画像を収めた、これ今使っているこの画像ですね、収めた後、動画の編集をするんですけども、
その最中に実は購入されちゃったようで、現在在庫ありません。ご覧いただいているグラフは半年間で見たものですが、見てわかる通りグラフは形成されてない期間ありますよね。これはどこのショップも販売をしていない、要は在庫がなしの状態を指しております。このあたりのカードをいろいろ見ていくと、コロムシがトレチャさんを使い出した頃より残数がだいぶ少なくなっており、と同時に備品ではないカード、いわゆる B 品販売も目立ってきております。備品ではないカードの販売が増えることで何がわかるか、それはショップさんは通常自分の店で欲しいカードにそれなりの価格をつけ、そして在庫がある程度できましたら価格は抑えるはずなんですね。商売ですから。これ逆の言い方をするとですね、在庫があるものは備品しか買い取らない傾向があるということです。販売欄に備品じゃないものが並んでいるということは、備品在庫は限りなく少ない、そう捉えていいかと思います。そんな状況で、しかも現在36万8千円するのがリザードン HR なんですね。さて、以上、レクーザとリザードンちょっとご覧いただきましたが、もう何をお伝えしたいかわかりますよね。この後、本当の意味での HR、要はハイパーレアの力が発揮される可能性が出てきました。コロムシが現在確認した状況では、まだ、タッグチームあたりの HR は SR 以下が存在しておりますが、もう時間の問題なのかもしれませんよ。廃止になる前の比較的最近の HR はまだかなり安価で販売されておりますよね。さあ皆さんならこの状況をどう捉えますでしょうか。かなり前に HR は熱い、まあ、そんな動画をね実は上げたことがあるんですよ。ちょっとだいぶ前になっちゃうんですけど、早すぎたかもしれませんね。全く再生されませんでしたから。そんな HR が今ようやっと変化してきているカードが出始めてきております。大変安い、人気もない、そう思われているのは今だけなのかもしれませんよ。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。自分で言ってて思います、本当勝手な見解だなって。ですから適当に聞いてくださいね。正解でも何でもない配信ですから。でも言いたくて言いたくて、そんな内容をね今後も続けていくつもりなのがこのコロチャンネルでございます。今後とも応援よろしくお願いいたします。本日はここまで、また次の配信でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。